い、レオンチャンネルです。新ユニバースロボまだ触れておりませんでしたが、その前に昨日情報解禁があったパンクジャックとグレアの予約開始が始まりますので、ポチっておこうと思ってページ来たら、なんじゃこりゃー、新しい子は ID 来てる。しかもさ、ハクビとかさ、グルービーとかいるのよ。あ、レターもいるじゃん。あ、もう全部かこれで。おー、割れた大地。なるほどなるほど。あ、これパンクジャックスピンオフに登場したやつなんだけど、正式名が、お、あ、なに？トールの子 ID あんの？ベンとジョン、マジかよ。変身してるんだけど、変身した姿は2回ともね、出てきてないんだよね。もうこれで全部じゃん。あ、ボットライダーの月種類のコア ID の2人だ。これも商品化だ。え、もうじゃあ全部じゃね？レター商品化ないんだと思ってたから、ひび割れバージョンを含むコア ID10 種がセットになって登場で、1個300円相当のアイテムなので、もともと3300円税込みで、デザイアドライバーで仮面ライダーに変身で、まあエントリーしかね、なりませんから、コア ID 変わるとだいぶね、ベルトの印象は変化つくんだよね。で、スピンオフに登場したのが仮面ライダーブッチ。これグルービーのリカラーなんだけど、そもそもグルービーがロポのリデコなので、結構いろんな仮面ライダーに頭部使われてますね。ハクビに関しては仮面ライダーメリーのリデコなので、メリーがレターになって、レターがハクビになったと。ベースが同じ頭部って全然わかんないよね。仮面ライダーレター、あ、仮面ライダーチュータ、そんな名前だったんだ。で、仮面ライダーゲッシー、チュータだからそのままネズミがモチーフになってるだろうし、ゲッシーは月種類のビーバーってことなのかな。で、トールもね、変身した姿は、ライダーの姿は出てませんでしたから、仮面ライダートゲッチ、そんな名前だったの。まあハリネズミライダーですよね。で、ジョンとベンがさ、かっこいいんすよ。仮面ライダーガルン、まあそのまんまベンガルトラか。ベンが仮面ライダーランサー、めっちゃかっこいい名前。でも何モチーフかわかんないな。でもジャガーとかかな、この猫っぽい感じ。ドライバーと ID コアが取れたら、それは仮面ライダーへの片道切符、もう後戻りはできないで。これ最高、これで勝ったと思うなよーはシャミ子だわ。なんだったっけ、これで終わりだと思うなーみたいな感じでリタイアしてましたよね。第一、愛されてるな、ここまで商品化されるとは。これでバッファごっこできるじゃん。さらにコア ID セット1位も、あ、これ今3次受注、9月発送のやつがまだ予約できるって。あ、もうこれで全部じゃん。もう完全に、まあ厳密に言えばコア ID だけの登場ね。肥料としてのコア ID でとんでもなく登場してますから、その辺まではね、さすがにフォローできませんけど、普通にキャラクターとして登場したものはこれで全てコンプですね。ありがてえ。で、9月到着で新しい仮面ライダー始まってるな。まあとはいえ、レターまで全て回収してくれたのはいいと思います。コア ID からグルービー、すごいいいな。で、月種類系のやつとか、これ複眼どこ、前歯が複眼になってんのか。嫌だな、こんな仮面ライダーチュータでもスズメもまあまあだよね。トールの仮面ライダーとかなかなかかっこよさそうだけど、グルービーは割と好きだけどね。ハクビかっこいいもんね。あとこの辺のベン・ジョンあたりのライダーはむちゃくちゃかっこいい。とりあえず2つポチります。はい、レオンチャンネル仮面ライダーコア ID セット02をポチりました。昨日を解禁してたパンクジャックモンスターフォームとグレアもポチりますので、はい、レオンチャンネル SH フィギュア2仮面ライダーグレア&パンクジャックをポチりました。追加のヘッドパーツとかついてるとか、凝ってるデザインではありますけど、もう普通にさ、オプションそんな豪華じゃなくても1万円超えてきそうな感じっすね。で、鑑賞用のゴールドンメッキドン鬼退治もポチりましょう。これは来年の2月でまあまあ遅いんすよね。はい、レオンチャンネルゴールドンメッキドン鬼退治をポチりました。てかやばいっすよ、5商品でもう5万円です。新ユニバースロボがありますので、これもポチっていきましょう。23,200円、もう7万超えですわ。これさ、画像見る感じ結構デラックス玩具っぽくて、だから1万2万は切ってくるのかなと思ったら、まあまあ高いね。でもすごいロボ来た。新ユニバースさ、ネクストカミングスーンみたいなさ予告があったから、僕サプライズで昔のウルトラマン VS 仮面ライダーみたいな感じで、新、ウルトラマン VS 新仮面ライダーみたいなやつが来て発表だけして、まあいつかやるよみたいな、そういう流れになるかと思ったら、新系同士の作品のクロスオーバーを
まさかのおもちゃで実現するっていう、これは予想外だったわ。ロゴがさ、各作品のフォントから取られてるんですよね。シンがエヴァでしょ、でユニーがゴジラで、バースがウルトラマン、ロボが仮面ライダーだね。まずまだサンプルの時点だと思いますが、めちゃくちゃ分割線がゴリゴリに目立ってて、これ2万超えのクオリティじゃないんだよな。ほらライダー部分とかだいぶ造形緩いよね。今池袋に確か展示されてる、あ、もう展示されてるのかどうなんだろう、ちょっと物見てからポチりたいなってレベルなんだけど、これ情報解禁が土曜日とかでさ、その時になんか価格と質感が合ってないような気がするんだよね。1万5000ぐらいなアイテムな気がするんだよなって思ったんだけど、あ、そう、映像もね公開されて、しかも仏田監督が撮られてるってことで、もうそのまんまいつものスーパー戦隊合体ロボの雰囲気の映像で、これは最高だった。シン・ゴジラ、エヴァ初号機、ウルトラマン括弧新ウルトラマンと仮面ライダー1号括弧新仮面ライダーか、この4人がクロスオーバー合体と。これぐちゃぐちゃだけど、やっぱさ、最近のバンダイアイテムだから、いかに全キャラクターを正面向かせるかみたいなところが明らかに意識されてますね。これは鬼退治の頃も言われてましたもんね。全高 240mm24cm で、まあでもめちゃくちゃでかいってわけじゃないかな。ドン鬼退治が 36cm とかだったんで、で AT フィールドがシールドになってて、スペシウム光線が剣になっているっていうね、最高に強すぎるだろう。攻守ともに隙なしで、あ、まあまあ稼働するんだね。でシン・ゴジラがっつりね分割点入ってて、これがデラックスの名が付くんだったらこのクオリティでいいと思うんだけど、2万超えのアイテムとしてはどうなんだろうな。単体でそこそこ動くのかな。 IT フィールドちゃんと貼れるんだ。これ熱線は、あ、でも口は開かなさそうだな。でシン・ウルトラマン、まあちゃんと稼働するわけね。でスペシウム光線もちゃんと打てると、なんか昔のウルトラエッグみたいな体験になってますけど、で新仮面ライダーがコアロボ的な感じでサイズそのままで、仏田監督からのインタビューがありつつ、ほら同時に公開されたスーツ、ガチのスーツも使われててのプロポーションなんだけど、こっちのプロポーションの方がいいんだけど。で1月発送を思ったよりちょっとテンション上がってないっていうか、いや、だって合体ロボ状態そんなかっこよくないよね。これは好きだよ、こっち、こっちの特撮の方は好きだけど、これだってなんかね尻尾細いし、こっちはなんかねいい感じにこうエッジがかかっててさ、こっちのプロポーションがとにかくいいのよ。で AT フィールドからゴジラの顔が出ちゃってるってこの辺のめちゃくちゃ感はいいと思うけど、ちょっと似たような複数キャラクター合体、これディズニーの新たな超合金の新作合体アイテムですが、これがねほらむちゃくちゃかっこいいのよ。これもいい感じに正面向いてて、これいくらだったっけ、あーでも4万円か。そうなのか、今これぐらいのことをやろうと思うとクオリティ上げて4万円いっちゃうのか。じゃあ2万円だったらこれくらいなのか。でもなるほどねいやダサくねこれ言っちゃうけどダサくね、買うけどアンバランスさ半端ないじゃん。まあ、ギャグじゃん。まあ、ギャグで作ったのか。だってゴジラのボディーがあって、このヌメッとしたねこの辺の質感はいいと思いますよ。でここから仮面ライダーがサイクロン号ごと上にバーンと乗って、でサイクロン号の一部が展開して、そこからイチゴロボっぽいヒロイックな頭部が出てくると。でライダーがここにいて、でここがねライダー動くんですよもちろん。なのでちょっとねあのグランドジオーのあのてっぺんにいるジオーみたいな感じでちょこちょこ動くんだけど、でウルトラマンが上下分割、ここで分割線が入ってて、ここが下半身パーツ、ゴジラの足首が取れてそこにウルトラマンがこう入ると。ウルトラマンがこうあれだね、こっちがウルトラマンの腰、こっちがウルトラマンの足首でひっくり返ってますね。でここにゴジラの足首があって、エヴァも一緒ですね、ここに分割線があって、で下半身部分がガチャンと、これも足首が上の方ね、膝側にあって、でこの外れた上半身2つが腕に変形して、これどういう感じで収納されてるのかな、カパって中に腕に変形して、エティフィールドシールドとスペシウム光線ソードみたいなやつを、あ、わかった、あれだ、背びれだ、ゴジラの背びれとスペシウム光線系
剣みたいなやつが合体するんだ、なるほど。でゴジラの尻尾が展開すると中が警告色みたいな感じになってて、ゴジラの顔が前にぐるっと来て、そこに AT フィールドを挟み込むような感じか。で AT フィールドがバーンと開いてゴジラの顔が出てくると。これ超強いですよね。 AT フィールドあるし、こっちも AT フィールドあるし、でここ熱線出せるし、スペシウム光線剣あるし、でこのロボの動きが封じられてもライダーがジャンプしてライダーキック放てるんですよ。なるほど、これが新ユニバースロボか。ちょっと物見てみないと何とも言えないところではあるけど、まあまあおもちゃとしては面白そうだなと。まあちょっと池袋に展示されてるっぽいからチェックしていきたいと思います。仏田監督からのコメントは、あのウルトラマン VS 仮面ライダーから30年、仏田監督はまたやったみたいな感じの PV ができました。皆様大らかな目でご覧ください。そもそも僕が最初にこの PV のオファーを受けた時の感想は、またこんな無理難題をありえない、ゴジラ、ウルトラマン、エヴァがバラバラになってるじゃないか。しかしバンダイの担当の方は各社の合意はもう取れてると自信満々、半信半疑ながらもうイメージコンテを書き始めてるんですが、本当にこれ安野さん知ってるのかな、めんどくさいことにならないのかなとやや不安に、そこで直接メール送ったところ、話は聞いてます、ケレミたっぷりでお願いします、巨大ロボが爆発の中堂々と歩くカットが見たいな。でまあ特撮あるあるっすね、ロボの方の。とすぐに返信が、これが決め手となり僕も腹をくぐってロボスーツを急ピッチに作ることになり、敵の戦闘機3機編成とか入れつつ一気に絵コンテを描き上げました。変形ロボ変形合体の CG もあえて昔風のカット割りにし、一発撮りの撮影現場はさらに大盛り上がり、そして爆発の中歩くロボに高橋洋子さんの歌、あそうこのね高橋洋子さんの新曲がめちゃくちゃいいんですよね。歌がかぶさった時に想像の斜めを行く高揚感、新ユニバースロボがなぜか仏像的な崇高なロボに見えてきました。疑心から確信、なんかいいキャッチコピーですね。以上、はい、レオンチャンネル新ユニバースロボをポチました。これまあいいんだけど、もうちょっとこっちの特撮版の大人向けに発売するやつだから、価格的にもこっちのプロポーションになるように頑張ってほしかったな。では確認から始めます。以上レオンチャンネルでした。